こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、自殺未遂について、自殺未遂についてちょっとねコメントを入れさせていただきます。というのが、私の動画にこんなメッセージというかね、書き込みがあったんですよね。コメントをいただきまして、おはようございます、すごいかっこいい、久保さんやったら似合うと書いてくださってます。ありがとうございます。私ね、カンフーをやってるんですよ。これ独学です。ですので、映画を見たり、それから書籍をね見たりとかね、それから YouTube も参考にしてますけども、指導者が私の周りいないんですね。まあ、ですんで、もうしょうがないと。昔の修行僧も本で勉強して、カンフーの型とかね、声とか足運びを覚えたと言いますから、特に今の時代、指導者がいなくても書籍によって学ぶことができるとも思うんですよ。ですんで、私は書籍以上に強力な教材、 YouTube もありますので、独学でできないことはないと思うんですよね。それで私は日夜体を鍛えるための基礎運動をしたりとか、それから柔軟性を高めるような関節痛めないためにね、トレーニングをしたりとか、それでカンフーの型をやってるんですよね。カンフーの型に関しましては、もう完全に自己流なんですよ。自分で考えて攻撃と防御を同時にできるようなね、まあ、参考にするのは英春拳とかジーク運動とかなんですけども、ただまあそれを専門にされてる方から見るとね、お笑いが出ちゃうかもしれないので、まあ自己流でさせていただきます。速稼拳とでもつけましょうかね。早く稼ぎたい拳みたいな感じでね、ちょっとまあ剣術の名前は置いとくとして、自殺未遂についてのコメントです。ちょっと続きを読まさせてもらいますね。話は変わりますが、相談です。久保さん、私の娘のことで申し訳ないのですが、9月に自殺未遂で会ってくれないし、立ち直るまで待つしかないと思いながら、やっぱり私が体調崩したり、私は久保さん信頼しているので、もしよかったらどうするかなと思いまして、長くなってすみませんということですけども、自殺未遂を考えている、もしくは自殺未遂してしまったご家族といいますかね、お子さんをお待ちの方に対してですね、私も子を持つ親になりましたんで、それは考えなくもないんですよ。2つ考えてます。1つはですね、私の、まあ、大和くんっていう子供が今1歳半なんですけども、まあ、10歳なりね、12、3歳とか思春期になって、もしね、いじめにあったらどうしようかなと思ってるんですよ。その心配は実は少ないんですよね。私の子供に関しましては、いじめられることよりも多分いじめることのその可能性の方が高いと思ってるんですよ。まあ、私のね、性格を引き継いだり、私の体格を引き継ぐと、多分強くていじめられるってことはあまりないと思いますんで、精神的にも肉体的にもね、多分高慢になって弱い者いじめをしてしまうんじゃないかなと思いますから、やっぱり人強度をね、弱い者の味方をして強い者に立ち向かっていくっていうことをね、教えていかないといけないかなと思います。まあ、それはちょっと余談なんですけども、それでもね、身内に自殺未遂が出たらどうするかってことですけども、私の考えですよ。私は一つの命を救うためには、一つの命が投げ打たれなければならないと思ってるんですよね。これ別に心中しましょうって話じゃないんですよ。多分私の子供がもしね、自殺未遂をして、で、まあ、立ち直るのに時間がかかるなと思ったら、私はですね、全ての活動をやめて、その息子のためにね、寄り添うでしょうね。全ての活動をやめてです。具体的にどうするかということは、いろいろとその時の状況にならなければ決断できませんけども、例えば私が考えるのは、全ての人間関係を断ってですね、まあ、無人島なり、まあ、途方もない遠くの国に行って、全く違う文化のもと、何のしがらみもないところで、言葉も通じない、文化も全く違うところで、もうそれこそ生きるのに必死な状態でね、2人で、もしくはそこに同行してくれる家族と一緒に過ごしていこうかと思います。気が済むまで。そうしたらですね、きっと、情報も遮断して、何のニュースもないし、知り合いから LINE が飛んでくることもない、そんな環境ですから、まあ携帯電話なんて持たないと思いますしね、インターネットもやらないと思います。その時はもう生身の体と体で生きていくことによって、別の方向が見えるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それにかけるかなってことです。だから私は自分の人生をストップして、子供の人生を前に進めることだけをやりますね。そのぐらいのことをしなければ、そのぐらいの自分の命を捧げていかないと守れないと私は思ってるんですよ。もちろんこれは私がそうするってことなんで、他の方にどうしろってことはね、なかなか言えないです。私はね、いじめとは全く無縁な人生でした。もちろん私自身がいじめられることはとんでもない、考えられなかったし、これからも多分私なんかいじめられないと思います。で、私が誰かをいじめる可能性は常にありましたし、もしかしたら誰かにとってはそう感じてしまった、感じさせてしまったのかもしれませんし、そういう意味でも私はですね、強く孤独であることをずっと
自分の身に強いてきましたね。中学の頃、高校の頃、大学に入ってもそうですね。特に孤独になること、そしてもし孤独でない関係を作るんだったら、私はいつもまあ先頭を走るもので、ね、リーダーでいようかと思ってましたね。全てのことが言い逃れできない、全てのケツを持つっていうね、責任を持つ人間として生きていく。正々堂々と自分の名前や顔をさらけ出して、時にはね、自分のいつもいるところ、住まいを、さらけ出して、出処進退を明らかにすることによって自分を律してきたかなってことですよね。はい、ちょっと話が飛んだかもしれませんけども、この自殺未遂をされたお子さんがね、娘さんですかね、いらっしゃって、9月ということなんで、まあ、時間的なステップはある程度取れたと思うんですよ。今の時期になったら半年ぐらい経ってますからね。まあ、ですんで、一緒に町を離れるってことをね、したらどうかなと思うんですよね。もしくはね、もう国を離れるぐらいのことをして、全く違う環境で人生これから用意どんっていう風な形にしてみたらどうかなと思うんですよ。もちろんね、そんなこと言ってもなかなかできないよと、親にも都合があるよ、確かにね、金銭的な問題もあるし、まあ、第一今ね、感染症のことで海外にも簡単に行けないと思うんですよ。ただ私はだからこそ、そこに自分がどこまで子供のために無理をしてるかっていうところを見せるところで、命を懸けてるんだってことが表現できるかなと思うんですよね。これもちろん本当私だったらそうするってことなんですよ。そしてそれができるような環境を子を持つまでに作っておこうと決めたので、私は家族を持つのが遅れたってこともあります。家族を守るためには、自分の身を投げ打たなければ守れないことが多いと私は思うんですよね。で、逆に言うとですね、自分の身を投げ打って全てにおいて差し違えるつもりなら、多分守れないものはないんじゃないかなと思うんですよ。というのが、他の人は自分の身を差し出して何かを守ろうなんて思ってないはずなんですよ。家族ですら自分の身を差し出す人は少ないと思うんですよ。まあ、ですんで、私みたいにね、もう腹がくくれてるというかね、肝が据わってる人間っていうのは、いつでも捨て身になりますし、惜しいと思わないんですよね、自分の命を。もう十分俺は楽しませてもらった、生かさせてもらった、やりたいこと十分やらせてもらった、だから今日人生が終わっても本当にありがとうで終わっていけるんだと、こんな素晴らしい人生だから、だから逆にもう一日だけ楽しみたいと、もう一日だけ命が欲しいと思う気持ちもあるんですけどもね。まあ、これがですね、命は借り物っていう私の考え方なんですよ。借りてる命なんで、いつ返せと言われてもどうぞと返す覚悟ができてるってことですよね。だからといってね、私自身死を急ぐわけではないですよ。やっぱりね、失うには惜しいと思ってる人生、そう考えてる面もあるし、投げ打って惜しいと思えない、そういうふうな、ね、人もいる、家族に対してですよね。家族のためにこの身が裂かれるんだったら、それはね、私にとって喜ばしいことだと思います。ただそれ以外は全部犬死だと思ってるんですよね。まあ、ですので、リスクヘッジを常に怠らずに、まあ、家族にかける労力、まあ、家族って言っても私できたばっかりなんですけどもね、私はだからね、誰よりも腹がくれてるんじゃないかなというふうに思ってますね。まあ、だからそれを言い過ぎると、私また任侠道みたいな話になってくるんですよね。親分守るためにだったらね、立ちはだかって銃弾からの守るみたいな、まあ、そんなの今流行らないかもしれませんけども、まあ、古い人間ですからね、昭和の人間ですから、そういうふうな任侠道に少なからず憧れて育ててきました。まあ、私は反社会勢力じゃないんですけども、ただやっぱりね、大切なものを守るために自分の身を投げ打つ、その意気というかかっこよさっていうのは、私は持ち続けていこうかと思います。まあ、そのためにね、太く短くではないですけども、いつ終わってもいいように身の回りを整理しておくことを忘れないようにしているかなと思います。だからね、明日に回さないことですね。ちょっとくどくどと長くなりました、すいません。私の思いばかりですけども、あまり適切な答えになってないかもしれません。私はこう極端に考える人間なんで、まあ、だからこそここまで来たのかもしれませんけども、だからこそ家族が作るのがね、遅れたのかもしれませんけども、私はね、自殺未遂の子を抱えたら、全てをもう一回やり直すために、一緒にですね、自分の持っている人間関係を全て切ってでも、自分のやり途中のことを全てやめてでも、我が子と共に再出発できるところに、今日にでも明日にでも、切り替えていくかなってところですね。そんなとこですかね。参考にならないと思いますんでね、参考にしないでくださいね。
私もね、本当答えがありません。自殺未遂、そうですね、わかんないですね、すみません。ただ私の思いだけを話させてもらいました。聞いていただきましてありがとうございました。